アポロパッドマイナス -2 とはアメリカ合衆国のアポロ計画において2回目に行われた非常時に宇宙飛行士が脱出するためのロケットの発射実験である。緊急脱出用ロケット発射試験パッドマイナス -2 の目的はロケットが爆発するなどの緊急事態が発生した際、飛行士を安全に脱出させる緊急脱出用ロケットの性能試験であった。この実験は パッとマイナス1に続いて2回目になる。ではロケットに何らかの危機的異常が検出されると、自動的に、主モーターに点火され、指令船を速やかに安全な高度まで避難させる。また同時に頂上部に設置された、ピッチモーターが角度を変え、機体はやや斜めに上昇していく。主モーターが燃焼を停止し、十分な高度まで達するとカナードを展開し、指令船の底部を、 進行方向に向けた姿勢に安定させる。その後れは、指令船全体を覆う保護カバーと共に切り離され、指令船は3機のパラシュートを展開して安全な地点に着陸する。今回の実験で使用された、指令船の模型は A-002 マイナスで使用されたのと同じもので、重量や他の特性をより実際に使用される宇宙船に近づけていた。パラシュートは a 零零三のものが、 再使用されていた。緊急脱出用ロケット解説図実験は1965年6月29日13時1秒、ホワイトサンズミサイル実験場で行われた。シュモーターとピッチモーターが同時に点火され、機体は予定通りの軌道を上昇していった。機体の形状の不均衡により若干のロール運動が発生したが、実験に影響を与えるほどのものではなかった。 カナードが展開し、パラシュートを開くため指令線の底部が進行方向に向けられた。またこの運動をする間に、レは予定通り指令線の保護カバーともに切り離された。この時、保護カバーは予想された通り空気抵抗で破壊された。パラシュートが展開するまで、切り離した機器が接触したり互いに干渉するような現象は観測されなかった。 パラシュートのワイヤーの一本がもつれる事故が発生したが、着陸全体には支障はなかった。最大高度は 2.82km で予定より 200m ほど高かった。指令船は発射台から 2.32km 離れた地点に着陸した。宇宙船の窓が設置される場所には4枚のガラスを置いて影響が調べられたが、 排気ガスの培炎がつくなどの影響は認められなかった。ただしそのうちの3枚には油膜が付着しているのが発見されたが、支障を来すほどのものではなかった。実験は十分満足な成果を収めて成功した。ありがとうございます。